様でした。豪華。今日はですね、中華街、バンコクの中華街ヤワラーに来ています。なんかですね、すごいことになってます、バンコクの中華街。ここですね、これ分かりますか、この行列。金の値段が今すごい高いので、皆さん多分金を売りに来てるんでしょうね。これずらーっとこう並んでます。以前もですね、金がすごい高い時に僕は金買いに来たことあるんですけれど、プレゼントに。その時も入り口で売りに来るんだったら入れないっていう店が結構ありました。これすごくないですか。すんごい並んでます。これ入場制限かかってますね。これでちょっと分かりますかね、逆側のあっちも、ここすんごい並んでます。皆さんこれですね、金を売りに来てるみたいなんです。まあ、僕は金買ってプレゼントしたことはあるんですけど、自分で金持ったことないので、もう僕には関係のない話ですが、すんごい並んでます。これうわー、すごい、向こうの方が広いかもしれないですね。あんなに並んでる、いやーすごい、すごいな、こんな並んでるの。ちょっと他の店も多分ね、並んでるところあると思うんで、あの人たちも写真とか動画撮ってますね。すんごい、ここの店が一番多いかな、どうなんやろ。中華街、それでは進んでいきます。多分この先の店とかも買い取りしてるところはすっごい混んでると思います。おそらくここは買い取りしてないですね。ここの店は、このガラガラの金屋さんは販売のみ、買い取りしてない店がこんな状態です。うわ、ここも、こうやって警察が来てます。うわ、並んでます、並んでますよ。あそこも、こっちもすごい、ここめちゃくちゃいる。なんかうわー、すごいことになってる。で、今金がここあそこが一番高い、3万50って書いてある。うわ、すごい、ここすごいな、3万50で販売して2万9000。わっ、ここ一番高いのによくわかんないですけど、すんごい人でした。それじゃあのチャイナタウンから以上です。